松山康久は日本中央競馬会ミホトレーニングセンターに所属した調教師である。調教助手を経て1974年に調教師免許を取得し、1976年に開業。1983年に中央競馬史上3頭目のクラシック3冠を達成したミスター CB をはじめ、1989年の東京優秀。 優勝バウィナーズサークル、GI 競争2勝を挙げたジェニューインなどを手掛けた。1994年度、JRA 最多勝利長教師。2014年に70歳定年により引退。通算成績は7789戦線13勝。東京都府中市出身。父は、騎手、長教師の松山義三郎。おばは、バレエダンサーの松山次後。 1943年、当時日本慶馬会の騎手であった松山義三郎の次男として生まれる。名門、小形陶吉地舎社に所属していた父の下で、数々の名馬を目の当たりにしながら育ち、幼少期は2歳上の兄と共に騎手を目指していた。しかし、中学時代に体格が大きくなりすぎたことから、断念し、目標を獣医師に改め、明星中学校、 高等学校を経て、麻布中医科大学に進学。大学では、馬術部に所属した。卒業後、北海道の日東牧場で1年間研修した後、1966年に、父、吉三郎9社へ、調教助手として入る。1968年からは、アメリカ・フランスで1年3ヶ月間の研修を積んだ。帰国後、吉三郎の下で、 改めて助手を務め、1974年に、調教師免許を取得。1976年、東京競馬場で旧社を開業した。翌1977年にギャラントダンサーで、朝日杯三歳ステークスを制し、重賞初勝利。1979年には、調教技術賞を初受賞し、以後毎年のように賞を受ける、有力調教師となる。 1983年には吉三郎旧社の兄弟子である吉永正人が狩るミスター CB が、サツキ賞を制し、八大競争初制覇を果たす。同馬は続く二冠目の日本ダービーも制し、これに伴い松山は、史上初となる父、吉三郎と親子でのダービートレーナーとなった。さらにミスター CB は、秋の菊花賞も制し、新山以来19年ぶり。 史上3投目のクラシック3冠を達成。同年、松山は最優秀長教師に選出された。CB は、翌1984年、グレード制が導入され GI 競争となった天皇賞にも優勝し、4冠場となっている。1989年には、ミナーズサークルが日本ダービーを制し、ダービー2勝目を挙げた。1994年、 年間40勝を挙げて全国リーディングトレーナーとなる。1995年、1996年にはジェニューインがそれぞれサツキ賞とマイルチャンピオンシップに優勝した。2004年にはカフェオリンポスがジャパンダートダービーに優勝。2007年には関東3位の37勝を挙げるなど安定した成績を保っている。2014年1月26日。 2月28日の定年を前に JRA 史上14人目の通算戦勝を達成。父、吉三郎と親子での戦勝達成は史上初の記録であった。さらに史上初となる親子長教師検証者にも選出された。上記のほか、地方競馬で89戦12勝。太字は門下生。括弧内は旧社所属機関と所属中の職分。 ありがとうございます。